お腹が気になる方、腹筋鍛えたい方、そんな方におすすめな動画内容です。お腹全体を使うことができるメジャーな V 腹筋というのがあるんですけども、その V 腹筋は意外と実はお腹をへこますことにはあまりつながらない腹筋なんです。そこを今回もっとやりやすく、もっとへこみやすくするための応用編を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで簡単に腹筋の上部から腹筋の下部、腹横筋、その4つをしっかり簡単に鍛える方法というのが分かってきます。今まで腹筋やってもなかなかお腹に効かない、お腹へこんでこない、そういった方でもしっかりお腹に効かすことができてきます。一緒に頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、 V 腹筋をより簡単にたった10回でお腹に効かすことができて、息しっかり吐くことで腹横筋が鍛えられて、翌日からお腹がポンとへっこんでくるようなエクササイズメニューになってます。腹筋を行うことでお腹をへこませる力が身につく、そして姿勢が良くなってくるので、ダブル効果でお腹がへこみやすくなってきます。お腹の脂肪を減らすことにはなかなかつながりませんが、お腹を使うっていうメリットはとてもあります。腹筋のメニューたくさんありますが、同じ種類ばっかりやっているとやはり腹筋も慣れて筋肉が飽きてきて、より簡単に行うような体の動き方になってしまいます。そうなると腹筋にも腹横筋にも効かなくなってくるので、いろんな腹筋メニューをやるのがおすすめしています。ですのでタートルフィットネスではいろんな腹筋動画をこれからも載せていきますが、載せられた動画すべて腹筋メニューやっていくのがおすすめです。今回は V シット応用編になります。初級、中級、上級と3種目各10回ずつ行っていきます。自分のレベルに合ったものを継続してみてください。それでは初級編から紹介していきます。今回はスマートフォンを手に持ったまま仰向けで全部できます。布団、ベッド、床、どこでも仰向けができる体勢なら効かすことができますので、一緒にやりましょう。仰向けでやる腹筋の場合、腰が床にしっかりついた方がお腹に効きますので、初級、中級、上級と3つやりますけども、腰が浮いてしまう場合はレベルが合ってないので1個前のレベルをしてください。まず初級編から紹介します。脇を締めてスマホを持ちます。寝ます。片足曲げて片足伸ばします。片足曲げてる方が腰がつきやすいので、膝の位置によっては腰が浮きます。なので腰がつくように膝を曲げてください。これで片足を上げながら肘を下に押して上体を起こす。戻したら足を入れ替えて、膝曲げて腰つけて、足を上げながら上体を起こす。こういう感じです。これぐらいのペースで行います。もしスマホ持ったまま難しければ、置いてもらって掛け声だけでも聞いてください。各足5回ずつ10回やっていきます。足を1回ずつ上げるとことに、息をふーっと吐いたら戻ったら吸って、足を入れ替えてふーっと吐いて戻ったら入れ替えて吸うっていう要領でやっていきます。それでは10回やっていきましょう。3、2、1、GO!いきます。1 2 3、しっかり息吐いて4 5 6 7 8、OK です。息をしっかり吐くほどお腹がへこんできますので、1回ずつしっかり吐いてください。次は中級編です。中級編は少し膝曲げた状態で足を上げながら上体を起こす。寝る。
起こす。しっかり肘で床を押してください。ベッドや布団の場合、ちょっと肘で押しても床が沈むと思うんですけども、それでも少し上体が起きてればいいです。息しっかり吐くことを意識してください。膝が伸びすぎると腰が浮きやすいので、腰がつくぐらいの肘の角度で足を動かしてください。で、足を上げる力はできるだけ抜いた方がいいです。その方がお腹に効きます。それでは10回いきましょう。3、2、1、5、1。同じペースでやってください。2、腰が浮かないように。3、スマホ見ながら。4、5、6、息しっかり吐いて。7、8、9、10。 OK です。だいぶお腹が熱くなってると思います。ラストは上級です。上級は足を伸ばして、動きは今と一緒です。足をしっかり伸ばして、足を伸ばした時にしっかり腰をつけてください。腰が浮く場合は上級はお腹が効きにくいので、とりあえず見ておいてください。それではいきます。3、2、1、5、1。動きはこれぐらいです。ゆっくりです。2、3、4、息しっかり吐いて。5、6、7、8、9、10。 OK、 お疲れ様でした。どうでしたか？肘つき V 腹筋、しっかりね、行いやすいのでお腹に効いてると思います。初級、中級、上級、3つやりましたけども、腰が浮かないやつでやってください。腰が浮いてしまうとお腹を縮める力が少し遅れますので、お腹に効きにくくなってきます。お腹を軽く縮めてる、腰をつけてる状態からお腹をさらに締める、息を吐きながらお腹をへこませるっていうのがポイントになります。めちゃくちゃお腹がきつかったって場合は、ちょっと息吐く力が弱いかもしれません。息吐くのが止まってしまったり、息吐くのが弱くなってしまうと、腹横筋よりも腹直筋に効きやすくなってくるので、息しっかり吐く、お腹をへこませるっていうことを意識すると、腹直筋と腹横筋うまいこと使えます。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。動画をやった感想など、皆様の意見というのがすごく大切です。私はカメラを見ながらやってるだけですが、皆さんがね、たくさんの方がやってもらっている変化、感想というのが次への動画の第一歩になりやすいので、ご協力よろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。ツイッターのフォローしてもらうことによって、毎日ツイッターでエクササイズの課題を出しております。何したらいいのかなって迷う方はですね、ツイッターフォローしてもらったり、あとは YouTube の投稿をチェックしてもらって、毎日行うべきメニューというのをこなしてやってみてもらえたら、ボディメイクができると思いますので、参考にしてください。説明欄にリンク貼ってますので、 SNS のシェア、動画のシェアもご協力よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。